トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。8月4日日曜日12時から上野精養軒で行われる第61回東日本チャンピオンレース令和6年度東日本稚内グランドナショナルレース合同表彰式に来てます。受賞者に贈られるクリスタルのカップ、トロフィーですね、こういうのをもらうチャンス、来年は巡ってきてくれればいいなと思ってます。今日の式の式次第になります。ビッグネームのオンパレードです。今年から東日本チャンピオンも東日本グランドナショナルレースも大会の責任者が変わりまして、新しい布陣でのスタートになります。これからどういう形の運営されていくのか楽しみです。精養軒の3階で行われる合同表彰式、まず受付に行って、今日の会費の支払いになります。正確な情報じゃないんですけども、140名ぐらいが今日の表彰式に参加ということで、過去ない盛況、ちょっと驚きました。今日の表彰式の、来場者の着席するテーブルの一覧表です。すごいですね。 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS ということです。全部で19テーブルあります。私どもは東京西区連盟 M のテーブルが今日の表彰式の着席の場所になりました。で、第61回東日本チャンピオンレース令和6年度稚内グランドナショナルレース合同表彰式を開会いたします。本日は受賞者の皆様、誠におめでとうございます。また総合表彰式に100人以上ご名前参加いただきましてありがとうございます。本年度より関東地方の大阪からでございます、島田です。何卒よろしくお願いいたします。近年、地球の温暖化、異常気象、海水温度の上昇等で自然界の温度が相当な被害が出ていると思ってございます。我々もハトレースに立ち上がる一員といたしまして、ハトのレースには何かの影響があるんじゃないかと考えられているでございます。関東地方といたしましては、来年度より人工知能を取り入れ、いろんな分析、またいろんなことを人工知能で計算して、皆様により楽しいレースができますよ、役に一度頑張ります。よろしくお願いいたします。また参加していただく方のご意見ご協力をいただきまして、充実した関東地方も応援していきたいと思いますので、今後とも内藤よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。お忙しいところまた毎日続く国書の中、合同表彰式に多数ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本年の両レースで優秀な成績を挙げられ、これから表彰を受けられる皆様には心よりお祝い申し上げます。この度グランド委員会も、役員が一部交代し、私も実行委員長として本日ここに立たせていただいております。表彰式に迎えるにあたっては、本日関東地方部長柴崎昭一、関東地方部長、またチャンピオン実行委員会の皆さんには多大なるご協力をいただき、改めて深く感謝申し上げる次第でございます。皆様に長年親しまれておられました関東三大長距離レースも、今年からはグランドナショナルのチャンピオンレースの2つの、中距離レースということになりました。これからも諸先輩の受け継いだ伝統をもとに、皆様の期待に沿う力を尽くし、引き続き温かいご支援ご協力を受けたまわれますよう
よろしくお願いいたします。簡単ですが、私の挨拶をさせていただきありがとうございます。今年は第61回ということで、1048級者の参加をもちまして、参加数は7551羽です。それで持ち寄りは5月6日の月曜日に行いまして、その日の夕方、仙台港を7時40分に、トラック5台に分散しまして、苫小牧へ向かいまして、翌日11時に苫小牧着です。そして午後には、塩見に到着しております。そして、5月9日、前倒ししまして、1日早い航空ですけれども、5月9日の7時30分に、登記しました。皆様こんにちは。暑い中 お疲れ様です。今年度から新たにグランドの表彰委員長を設置されました敏郎と申します。では簡単に表彰報告をさせていただきます。ですね、持ち寄り等はチャンピオンさんと同じようにやりまして、途中グランドは前日放給ということを検討しまして、っていうのは低気圧が発生して、その放給当日はとにかく南風が強いということと、稚内の西風が強いということで、前倒しを決定したのが前日になります。で、到着ご調理翌日の夕方に餌をやる予定でいましたが、あいにくの猛吹雪で現地に着いた時に酒井放給委員長よりもとてもじゃないけど餌をやれないということで、餌は1日しかやらないということを本当に申し訳ないと思っております。参加がですね、544級者2260羽、その中で総合優勝は茨城連盟の富士級者で、分速は 1061.946 という成績でした。で、あと上位も関東一円に散らばったということでその報告いたします。以上簡単ですが報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。本年度から監査を受けたまわりました中村でございます。どうぞよろしくお願いします。去る、7月19日、関東地方部長、柴田さん並びに事務局長の、鈴木さんの、お立ち会いのもと、協商会計監査を行わさせていただきました。各項目、明細それから領収書と関係書に、つぶさに精査させていただきました。ところいずれも適正に、処理をされておりましたとご報告申し上げ、監査報告とさせていただきます。ありがとうございました。照合しましたところ正しく記載されておりましたので、ここに皆様にご報告申し上げます。会計監査埼玉連盟の牛少女鳩番号ジャパン23年 K20479 メス BC 飼育者新井茂君、埼玉北信共商連合会、分速1301を収められたのでこれを処します。令和6年8月4日日本社団法人日本ハトレス協会関東地方とのコメントでございます。東日本チャンピオン総合優勝から総合10位までの方の写真撮影です。嬉しい嬉しい瞬間ですね。いやー、何度立ち会ってもこの瞬間は感動します。来年はこの仲間に入りたいですね。毎年同じことを考えてるんですけども、残念ながらまだ入ることができません。高級者は家内表彰距離1000キロから1200キロ、高級日令和6年5月9日分速1000トンで61メートル946、参加馬数2250羽、総合順位1位。あなたは当初の波動を持って今年度オランダナショナルレースに参加し優秀な成績を収められたのでこれを表彰します。令和6年8月4日一般社団法人日本ハトレス協会、どうもありがとうございます。並びに
ロ使いに。稚内グランドナショナルレース総合1位から10位の方々です。新井さんがすごい、チャンピオン総合優勝してグランドは総合8位、両方のレースでベスト10入るという方は私は初めて、見ました。ただいま協会に始まりました。本日はお忙しい中、大勢の皆様にご出席を賜りまして、盛大に表彰式を開催していただき、誠にありがとうございます。さて、今回で第61回を迎えました東日本チャンピオンレースにおきまして、かつてからの念願でございました総合優勝をすることができました。私は50年以上の鳩人生になりますけど、今回ほどですね、嬉しくして感激したことはございませんでした。これもひとえにですね、役員の皆様が、そしてグランドを含めた2大レースにご尽力をされました皆様方のおかげであり、心より感謝を申し上げます。私も年も年になってまいりました。この先もですね、努力をして再度頂上式にですね出席できますようにマイペースで、そしてレースを楽しんでまいりたいと思っております。結びに本日ご臨席をいただきました皆様のご健勝、そしてご多幸、そしてご活躍を記念をいたしまして、ご挨拶に対させていただきます。本日はどうもありがとうございました。先ほどご紹介に上がりました茨城連盟茨城西連合会の藤井と申します。挨拶できて大変光栄に思います。これもグランドナショナルレース実行委員長の拓保さんはじめ、執行部の努力によって私が総合優勝にできたことは本当に名誉なことです。ありがとうございます。そしてこのグランドレースの何かを教えてくれた師匠の松浦記者、一文字ロフトには大変お世話になりました。改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。来年は松浦厩舎の最後のレース、胸を借りるつもりで私も一生懸命頑張るつもりで所存でございます。簡単ではございますが挨拶の言葉と返させていただきます。本日は皆さんありがとうございました。今日は非常に暑い中、またお忙しい中、多数の皆様方は表彰式に出席されましたことを厚く御礼申し上げます。またチャンピオンレース、グランドレース両レースにおきまして総合上位入賞されました皆様方、誠におめでとうございました。これにより2大長距離レースの表彰式を終了とさせていただきます。ありがとうございました。表彰式は無事終わりました。チャンピオンの総合優勝から10位までの方、いやいやいや、名だたる方ばかりで、早くこの中の仲間入りしたいです。こちらはグランドナショナルレース
総合優勝から総合10位までの方、強い方ばかりですね。再びこの中の仲間の一人になりたいです。これで前半戦の受賞式表彰式の模様を終わりたいと思います。後半戦は懇親会の模様ですね、ここをご覧いただきたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。